どうも、食の贅沢のはるかです。今回はかぼちゃとマカロニを使ったサラダで、このレシピを作ろうと思ったきっかけとして韓国の料理動画を、ちょこちょこ見てるんですけれども、じゃがいもマカロニサラダっていうのをやっていて、さすがに炭水化物と炭水化物はさすがになーってなんか思いながら見てたんですけれども、なんかその時、あれ、これじゃがいもをかぼちゃにしたらなんか栄養的にも見栄え的にも味的にもいいんじゃないのかなと、なんかそう思って試作して、その結果おおと、いい感じにできた、そんな経緯でできたレシピになっています。今回はかぼちゃマカロニサラダを作りたいと思います。はい、ではまず早速このかぼちゃですね、まずはこれを切っていきます。で、今回はレンジでふかしていくんですけれども、先にこの皮の部分をこう取った方が後で楽なので、今回先に皮を取っていきます。このように皮の部分を切っていって、で、細かくします。では耐熱容器にかぼちゃを入れて、ふわっとラップをかけて、でレンジで柔らかくしていきます。我が家のレンジにはムラがあるので、ちょっとひっくり返して、でもう一回いっていきます。はい、レンジかけました。火が通ってるか潰して確認してみたいと思います。はい、大丈夫そうですね。では次、マカロニを茹でていきたいと思います。ということで、で、沸騰してきたら塩入れて、で、マカロニを表記時間通りに茹でます。で、茹でてる間時間があるので、こんにちはということで、最近のサラダマカロニは茹で時間3分とかすごい短いものもあるので、このレシピ自体そういうのを使うと10分15分ぐらい、すぐに仕上がると思います。ただ今回のマカロニは8分、茹で時間長いやつだけゆっくりと待っていきたいと思います。で、時間が経ってマカロニの状態を確認したら、火を止めて取り出していきます。それでマカロニを水で冷ましていきましょう。で、マカロニはしっかりと水気を切っておきましょう。では、かぼちゃとマカロニができたら、これらを混ぜ合わせて、で、ハムを入れていきます。ハムは手でちぎりながら少し粗めに入れていくとおしゃれ度が増す気がしますあとはゴロゴロして美味しいんでね。で、ポテトサラダなどではきゅうりとか玉ねぎとかシャキシャキしたものを追加で入れるんですけれども、今回は入れずに作りたいと思います。マカロニとかぼちゃの食感、もっちりほっこりした食感それを楽しんでいただきたいなと思うので、あえてシャキシャキした食感を入れずにこれで作りたいと思います。ということで、少しこれらを混ぜて馴染ませて、ここにマヨネーズ、あと醤油入れていきます。そしたらこれを混ぜて、で、マヨネーズを加えるとかぼちゃとマカロニの馴染みもすごい良くなりますね。で、最後お好みでレタスを敷いて、かぼちゃマカロニサラダをドン豪快に盛り付けて、これもお好みでプチトマトを添えていきましょう。ブイ。で、このレシピは作りやすい量、黄身のいい量で作っているので、もし食べきれなかったり余った場合はタッパーで保存して、
作り置きサラダとして保存してもいいと思います。はい、かぼちゃマカロニサラダ完成しました。では味見をしてみましょう。よし、いただきます。早速グワッといただきます。かぼちゃの甘み、マヨネーズの酸味、あとは少し足した醤油の塩気、これらのバランスがすごい良くて、なんかご飯のお供というよりはもうこれ単品でいきましょうみたいなそんなサラダに仕上がった印象です。食感と甘さがすごくいいレシピになっていますので、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。この動画をいいじゃんと思ってくださったら、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますでは最後まで動画をご覧いただきどうもありがとうございます。ということで、ではまた。